上品なお茶の飲み方をいただきます。イースターだったんですけど、うん、めっちゃ美味しい。皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、まいまいです。このローカルプライムチャンネルは編集部からレビュー依頼を受けたレビュアーが指令書に書かれた簡単な指令に従って自由気ままに体験レビューをお届けするチャンネルです。今日はここ芦屋にやってきました。実はあんまり芦屋って私来ることがないので、非常に今日はすごくドキドキしています。早速ローカルプライムからの指令をいただいたので内容を確認したいと思います。今回のミッション、リリン、お茶をたっぷり使った極上スイーツを召し上がれ。店舗は茶とかといい日、 JR 芦屋駅からアクセス。芦屋でなんか美味しいお茶とお菓子が食べれるってこと？めっちゃ楽しみなんだが、早速行ってみよう。芦屋駅を降りて南口の改札から降りて、ずっと今まっすぐ下って行っております。なんかお茶って言ったら京都のイメージがあったんだけど、兵庫県でも美味しいお茶とお菓子が食べれるということで、まいまいね、実はめちゃくちゃ抹茶とか好きだからね、すごい楽しみ。芦屋をこうやって歩いてるとすごいね、道が綺麗だし街も綺麗だし、いい感じに緑もあってめっちゃいい感じ。あ、ここだ。ちょっとかといい日、日本の良きところを取り入れられた風格の面構えをしている。すごい、お土産もある。かわいい、ちっちゃいけどこういうお土産もあります。生蜂蜜、ガラス製茶器、お店のこだわりがいっぱい詰まったお茶です。蜂蜜もたくさん売ってる、ここのお店。早速メニューをいただきました。たくさんいっぱいお茶がある。どれがおすすめですか？スケートした感じだとミルクティーのアイスの台湾製の東方美人にはミルクと合わせたラテも人気がありますね。悩む。お店的にはこれぜひ飲んでほしいみたいなやつありますか？ドリーフのストレートティーの東方美人なんかも、アイスでは日本では結構珍しい入れ方なので。じゃあそのリーフティーの東方美人、はい、東方美人一つと、あとなんかここではスイーツも美味しいって聞いたんですけど、クリームは、皆さん楽しんでいただく、抹茶、ほうじ茶、きな粉から2種類を好きなものを選びいただけるんですが、じゃあ抹茶ときな粉で、はい、お願いします。失礼しますね。店内もね、すごいなんかおしゃれ。テーブル席が1席、左掛けの席と、このようにカウンター席もあります。まずは茶葉の形と香りを楽しませていただきたいと思います。おっ、うん、まだお湯は入っていません。でもすごいカップが温かい、めっちゃいい匂いする。お茶をいただく前に香りを楽しめます。茶葉の香りを最初に楽しんだ後に美味しいお茶をいただきます。東方美人はしっかりと熱湯で油圧を当てて食べしていきます。このまま茶色です。はい、まいまいが注文させていただいたのはこちらのティーフティー。今回は台湾茶のアイスとザ・テリーヌ2種類選んで、なんと600円で食べれちゃいます。まいまいがさ、選んだ台湾美人、飲んだら美人になれるのかな。日本だけじゃなくて海外のお茶もいろんなところ扱ってます。美人茶ってなんで美人って言うんですか？東方美人は、はい、イギリスに輸出された時に、はい、オリエンタルビューティーっていうのが名前で付けられたんですけど、はい、うんうん、東洋の美人を連想させるような、うん、香りだったり味わいっていうのが元になったというふうに言われています。へえ。
という入れ方で湯煎していきます、はい、よく冷たいお茶だと水差しとかとも湯煎することが多いと思うんですが、急冷の特徴は香りをしっかりと出せるのが大きなポイントですね。テリーヌです。おいしそう。未だかつてこんな上品なお茶の飲み方をしたことがないです。ゆっくりと楽しみます。早速いただきたいと思います。めちゃくちゃ茶葉のいい香りが、少し香ばしい匂いがする。いただきます。乾杯。お茶の香りがすごい。口だけじゃなくて、なんか頭、顔いっぱいに広がる。すごいいい香り。冷たいからか、すごい甘みを感じる。東方美人ってこんなになんかすっきりとした甘い味がするのを今日初めて知りました。では、まいまいが好きなこちらの抹茶のテリーヌと、新商品のきな粉のテリーヌをいただきます。いただきます。抹茶の味が濃い。美味しい。食感がすごいこう重みがあるというか、でも味はすごい爽やかで軽くて、これは無限に食べれてしまう。ずっしりと軽やかさという矛盾が合わせ持っている。すごいお茶のね、香りがすぐテリーヌで、抹茶好きな人はぜひ食べてほしいな。なんかね、テリーヌってすごい甘いイメージがあるんですけど、そんなにめちゃくちゃ甘すぎることなくて、スイーツ好きな人はもちろんだけど、甘すぎるのが苦手な人もおすすめなテリーヌです。大人のテリーヌの味。次はきな粉もいただきたいと思います。いただきます。きな粉なのにほんのり香ばしい香りがする。抹茶の方が大人っぽい味で、きな粉のテリーヌはこれ子供も絶対好きな味、全人類が好きな味がする。なんかもっとね、テリーヌって結構ずっしり重たいイメージがあるんですけど、これ多分2つ食べてもまだおかわりいけちゃう。濃厚なテリーヌと東方美人のアイスティーがまためちゃくちゃ絶対合う。せっかくなので店内をぐるっと紹介したいと思います。店内は白を基調としてる。すごく和を感じます。このテリーヌもご自身で作られてるんですか？そうですね、最初1年出したような、ここでまた一つラテをお店の方におすすめしてもらっちゃったんだけど、ここは欲張ってラテ、ラテも食べちゃおうかな、せっかく来たし。あの店内に蜂蜜もあるのはどうしてなんですか？生蜂蜜って言って、はい、ヨーカの蜂蜜なんですよ。うんうん。加熱してない蜂蜜って実は日本で 5% 未満って言われてる。めちゃくちゃじゃあ貴重な。そうですね、海外では結構主流は非加熱なんですけど、うんうん、日本としても加熱の蜂蜜が出回ってるので。非加熱と加熱した蜂蜜ってどう違うんですか？蜂蜜って生きてる酵素が働いて体にいいって言われてる。酵素って熱に弱いので、加熱しちゃうともう体があまり良くないって言われてるんですけど。あ、そうなんだ。贅沢な抹茶ラテ。本当にこうやって抹茶から食べてくださるんですね。そうですね。普段は特にお客さんの前では要望があれば食べるんですけど、なければ立てて。元々はお茶が好きでこういったお店を出そうと思われてたんですか？元々はずっとコーヒーが仕事でした。バリスタだったんですけど、偶然お茶のこの出会いがあって、そこからお茶が好きで、よく茶畑とかに行かせてもらったりとか、そのご縁でやらせてもらったんです。すいません、お待たせしました。わー、失礼します。ありがとうございます。贅沢な抹茶ラテ、めっちゃ美味しい。整ってしまった。お茶の美味しさがダイレクトに伝わってくるラテですね。すごい。はい、今日私が食べたテリーヌのなんとお持ち帰り商品も
合うということで、こちらじゃじゃーん。今日私が食べた抹茶ときな粉と、そしてもう一つほうじ茶、全3種類が入った詰め合わせのゼリーヌボックスです。こちらはですね、2800円で売られていまして、お店に置いてある時と置いてない時があるので、ぜひ確実にゲットしたい人は前日までにお電話か、もしくはインスタグラムの DM にて予約していただけると確実にゲットできます。いやー、むちゃくちゃ美味しかった。今日来させていただいたチャト加藤リーヒさん、もうね、すごく大満足なお店でした。いや、今回のね、ミッションがお茶をたっぷり使った極上スイーツということなんですけども、もう本当に極上でした。スイーツ好きの方もお茶が好きな人もね、ぜひ立ち寄っていただきたいなと思いました。いやー、もう本当に最高、ミッション完了しました。なんかここのお店来るだけに芦屋にもう一回行きたいなって思わせてもらえるお店でした。皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。今回レビューしたスポットの情報は概要欄もぜひチェックしてください。この動画が良かった、参考になったという方は高評価、チャンネル登録、通知ボタンを忘れずにお願いします。また動画の感想やレビューしてほしいお店やスポットをぜひ皆さん教えてください。今回も皆さん本当に最後までありがとうございました。バイバーイ。